くぐっちゃうみたいな。くぐっちゃうもん。なるほど、うん、こうじゃなくてこうくぐってほしい。こっちでね。せっかくだって、まあ、あの1曲2曲ちょっとまあ、はい、やっていただきたいなと。ああもちろん。わけで、はいはい、ございますけども、よろしくお願いします。はい、いやさあここからですよ皆さん、ここからですよ。ヒデさんが言ってはりました、この秋の夜長、松山千春、あ、恋に揺れる長い夜のごとくね。まあでも本当にこのですと暑いね、このまだ秋といいでも暑い日が続いておりますが、少しでもこの爽やかな風をね、皆様の心の隙間にふっとこう吹くその歌声、そしてナイロン弦の素晴らしい奏でるメロディーをしばしお楽しみいただきたいなと思います。さあ7メーターぐらいまでハードルを上げたつもりでございます。高いですね。まあそんなことでございまして、せっかくなんでね、ちょっとまあ、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。月があればありますよ。Do-d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 o-
の底が憎いって思いましたね。あ、ちょっと、それはモテるよ、モテる。モテない。目標達成です。だからもう、なんかもう女性一緒の男性にモテそうなね、もう。あ、だからもう憧れですよね、中山さんとか、本当に。どうしますか。どうしましょう。ね、一晩貸してください。何すんねんみたいな。何されるんやねえ、まあ、せっかくなんでもう1曲ぐらいね、いいですか、はい、あ、そのメッセージ届いているようなんでちょっとお願いさせていただきます、はい、消えましたはい、フットバスさん、あ、待ってました、生歌初めてっていうことですね、はい、そうか、あ、そうだ、パチ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 ということでございます。いやなんで、はい、ね、もう一曲ほど曲いい感じですね、なんかもう、なんていうのもうストーブがすぐ今汗かいてるんですけどまあ暑いし暑いから ね、うん、まあ、ね、でもね、歌を聴くとこうスーッとこう声量がありますか、そうです、もうマジなんかあれですね、なんかボサノバっぽいイメージな、今のはね、ちょっとボサっぽい感じでやりました、はいはい、わ、はいはい、かりました、もう一曲、うん、はい、お願いします、お願いします、お祭りの曲をやっとやります、はい、カルナバル、はい、
音鳴りますな。ほんまはね、これいつもタンバリン叩いてるんですけど、ですよね、はいはい、タンバリンあっちにあるんですよ。言って、翔子さん言ってくれたら飛ぶのにね、もう。あ、でも、今これがでもすごく、うん、いいね。これにマッチしてましたね。そうですね、よかった。叩きましたし、これパンパンパンみたいな、これに合わせてパンパンパンみたいなの来たよ、来たよ。結構オリジナル曲って今何曲ぐらいあるんですか？何曲ぐらいあるでしょう。そんなに長いことやってる割にね、お尻重たいもんですから、4,50曲ぐらいですか、ね、でも結構あれじゃないですか。一曲リクエストしていいですか？あのコーヒールンバも好きなんですけど、はい、あのウイスキーがお好きでしょうってあれあるじゃないですか。あれがすごく好きで、あ、昔やったね。あれはね、そう、あれは一時やってましたね、なんかね、ちょっと調子に乗って。あれを他の、 あのアーティストの方で歌ってるの聞くんですけど、うん、別に今やるから言うんじゃないですけど、やっぱり丁寧さんやるのが一番好きやから。また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 、ほんまに、なんでやねん、なんでやねん。あれがちょっと CM でね、流れた曲じゃないですか、うんうんうん、もうほんまにこう他の人の行くと、あ、まあ綺麗に歌ってるんですよ、うんうん、あ、綺麗やなっていう印象だったんですけど、そういうなんか私がお酒が好きやからとか、そういうこととは別関係なく、関係なく関係なく。お酒めっちゃ飲むんですか？むっちゃ飲みますよ。いや、もうでも、ね、そのイメージとマッチしてなんかいいのかなって、なって思いました。来るんでしょうね、それがまだ出るんじゃないですか。昔ウイスキーばっかり飲んでたので、あー、ほいてや、ほいてや、ほいてかなと思ったんです。ミュージアムが聞くと、僕もウイスキーを飲みたくなる。あで、その歌を歌った時に、こうなんか、ま、丸く削った、そう、あれをクルンって言って、ドン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 、やりたいなっていう雰囲気になるん。あ、うまいことやな、これ。さすがやな、これ。そうですか。めっちゃ今、できるみたいな。そうそう、あ、もう忘れちゃったね。じゃあちょっと一節、じゃあアカペラで、せっかくやから歌いましょうか。はい、はい、いいですね。何、自分、またメッセージ、いただきます。CD にあった曲、大好きです。パチ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 、ね、ありがとうございます。ありましたね、この、はい、あれは何ばっかり、緑色の、このなんか、あれはね、あの、なんかね、屋久島、あ、屋久島なんや、風に撮った抱きそう。なるほど、地元和歌山、そりゃそうですね。なるほど、うんうん、抱きそう、抱きそう、うん、抱き、うん、そうやな、そうそう、中もいろいろ写真使ってヨーロッパを各地巡ってね、うん、撮った風のポルト。まあでもそう考えたら、うん、和歌山ってでもそういう写真のいいスポットっていうか、ありますね、ありますよね、うん、山もあるし海もあるし、うん、川も綺麗やし ね、うん、ね、結構なんか僕の周りの今ね、さっきも CD ってすごくまあ手軽にできる、まあ、手軽って言ったことは悪いですけど、うん、で昔はね、本当にレコーディングスタジオに行ってやって、うん、お金を出して、うん、でそのね、いろいろ編集をしてってやるじゃないですか。でも今ってね、自分でパソコンがね、どんどん普及してきてもあるし、うんうんうん、自分でやったやつをこうね、もうほんまに自分出そう思ったら出せれるっていう時代で、やっぱその写真をね、やっぱりジャケ写ってやっぱり、うん、僕も重要だと思うんで、うんうんうん、やっぱりね、自分のやっぱその家というか、うん、ちょっとおしゃれな事務所を使ったりとかね、うん、まあ、和歌山だったらこう和歌山でどこか風景を撮ってやるっていうのがね、で片浦とか和歌浦のなんかあの曲もありましたね。そうですね、あのあれはなんか詩人の和歌山在住の現代詩を書くね、岡崎陽さんっていう方から依頼を受けて、はいはい、その方の和歌山の海の歌を歌った詩に、曲をつけて歌ってほしいということでコラボレーションして、和歌山海の歌という CD を作ったんですよね。そうですね、あの現代詩の岡崎陽さんがその和歌山県内のいろんな海、はい、白崎海岸であったり、うん、熊野灘であったりっていうその場所場所で現代詩を作って書き張ってるのがあって、でそれに曲をねつけて一緒にしましょうということで、我々二人が作曲、うん、で詩は岡崎陽さんの現代詩、はい、で12曲ぐらいかな、うん、だから12箇所
和歌山県内の千代津とか、あの12箇所が曲になってるという CD ですね。それは、はい、いいですよね。なんか宝子さんとかでもね、なんかその和歌山のそういう土地をテーマの曲も、ね、いろいろあるし、ね、なんかそうやって和歌山素晴らしいところがいっぱいあって、それが曲になってどんどん、おっとメッセージ来ております。ありがとうございます。おゆみちゃん、みほちゃん、ヤシの歌を聞いて心が落ち着きました。ゆみ、うん、天の羊さん登場、パチ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 、やっぱりしゃべくり抜群、あ、もちろん歌も音楽も最高、みほちゃんっていうことでございます。ありがとう。いや素晴らしいですね。頑張って、俺も汗かいて頑張ってますよ。はい、はい、もう最高ですよ今田さん、ねえ、はい、冬でも汗かいてるんですよ。だけど体は寒いって反応示してるんですけど、うん、でも汗をかく、そうなんです、うん、代謝がいいんですね。そう、新陳代謝が素晴らしいですよね。ね、まあ、多分新陳代謝が、僕はどんな感じになったか知りませんけど、まあ、多分新陳代謝がこの中でもう走ってるとするならば、うん、常にあのウサインボルトさんのように全力疾走、ね、めちゃめちゃ早いと思いますよ、もう。世界記録みたいな。新陳代謝が走ってると面白いね。すごいね。うん、チンチン電車みたいなことな感じですけど。和歌山ね、チンチン電車復活してほしいなって思うんですけど、どうですか。いいですよね。乗った？僕乗ってないし、僕の時代もないんですよ。ああ、僕乗ってたもの。あ、ほんまですか。うん、あの欅通りのとこあるんですよね。そう、あれが、和歌山城向いてあったんですか、ね、うん、秋葉さんのとこからね、あ、はいはいはい、ずっと国道42号線ですね。ほんで車庫前ってあるじゃないですか、はいはい、あそこが車庫やったんですよね。新陳電車のね、あ、うん、それで車庫前、それで車庫前っていうのがまだ残ってるんですけど、名前としてね、うん、あれは新陳電車の車庫っていう、そうそうそう、僕もバスの車庫やって頭があるんですけど、うん、そんなイメージでした。そうなん、多分間違ってない大丈夫。だからあの昔の、まあ、僕らのやっぱり母親とかもうおばあちゃんの世代になってくると、あの欅通りを、僕らは欅通りって言いますけど、うん、だ国体とかあの辺をなんか電車道とかで言う、あ、電車道って言うたね、言いますよね、うん、言うた言うた、はいはい、最初から来た時に、どこみたいな、電車道で、浜松みたいな、何回みたいな感じで、違う違うっていう、とか、あと旧市内とかね、旧市内、あ、ちょっと城下町になっている、市内ってね、今の和歌山市ちょっと広がってるっていう、僕らは分かんないんですけど、ちょっと僕が住んでるところはあの新市内なんですね。あ、もう川から来たりになってくるんで、まあ、いわゆる新市内なんです。新市内、まあ、そういう言い方はないですけど、でもあの僕らがそう、変な話ですけど、で僕らも、まあ、言ったらその中学校の時に、言ったら帰る来たじゃないですか、それで和歌山駅とか行く時に、和歌山行くって言うんですよ、和歌山やっていう、あ、何なんでしょうね、もうだって市内行くとかも言ってたよ、うん、和歌山市内、市内やっちゅうてんの、ちょっと市内行ってくる、あ、それはもう本当旧市内とかその辺の感じが、そういうことなんでしょうね。そうね、だから海南の人とかね、有田の人とかでも、今和歌山行ってくるわとか、和歌山や、和歌山やっちゅうね。ありますあります。カチンチン電車ね、いいね。なんかね、なんか変な話、今欅通りが無駄に広いような気がするんですよ。あ、なんでまあちょっとね、まあ、その時はバス会社と、ね、実際はそういう兼ね合いとかもいろいろあって難しいとは思うんですけど、なんかせめて国体も和歌山でやるわけやし、せめてその主要のとこまでは行くような、ね、いいよね、まあ、松山市内とか愛媛県の松山市内とか行くとまだ支店が走ってるじゃないですか、広島の方とかもそうかな、なんか花見るとやっぱいいなっていう、なんか懐かしい感じがするね。そうね、堺とかでもね、あ、ありますね、ありますもんね、はいはい、だからね、そういうのもぜひね、やってみたいなと、まあ、実現するためにはでも私が和歌山市長にならないかなと思うんですけど、そうですね、ここは一つ頑張ります、頑張ってはい、まあ、そうでございますが、はい、ね、せっかくなので、まあ、この曲ね、歌を聴いてもらって、いや、ちょっとライブはまた行きたいわっていう方もいらっしゃると思いますんで、はい、はい、ちょっとこのライブ情報、決まってるライブなんかありましたら、はい、ぜひちょっとよろしいですか、教えて、はい、はい、ですね、はい、明日、お、あの今月結構忙しくてですね、はい、あのたくさんやらせてもらうんですけど、明日、アルチにあるライブバーガラタクさんで、おー、ガラタクさん、イエス、イエス、イエス、はい、なんと贅沢に南まっすぐのソロと、あと天の羊が対バンしちゃうみたいな、おっと来たよみたいな、まあ、使い回ってるだけなんですけど。なるほど、ガラタクさんもなんかいろんなことされてますね、やっぱりね、そうです ね、はい、
なかなかね、はい、渋いマスターのお店で、はい、で、明日8時から、はい、8時オープン8時半スタートで、はい、ライブがあります、はい、そしてオールドタイムは今月25日の金曜日に25日の金曜日、はい、大体オールドタイムは毎月1回必ずそうですね、はい、もうホームグラウンドですやってるんですけども、はい、25日の金曜日8時からはい、はい、あとなんかちょこちょこいっぱいイベント日曜日にブラックリースイングで歌ったりとか、はいはいはい、12時40分から私たちは、帝国座の前で歌うんです、ね、歌いますね、はい、あ、なるほど、はいはいはい、あと癒しフェスタっていうのが20日にありまして、うん、でそれにまた2回ぐらい歌いますね、うん、そうですね来週の日曜日、うん、歌うししかも美穂ちゃんは出展もするそうなんです、はいはい、カラーセラピーの方でオーラソーマっていう、ね、それで出展もしてるのでぜひねえ、あのフェイスブックでね、はい、これを結果につながりましてああそうですねこの瓶に入ったそうそうそう、まあ、これはネックレスなんですけどあで可愛らしいやして可愛らしいやしてあれでもまあ本当の瓶ボトルはもっとこれぐらいの大きさなんですけど、ね、えカラスラピーっていうのはその色でこう癒されるというそうですねはいぜひ一回経験してみてくださいはい、ね、どんなことが起こるんやろうそれはやっぱり自分の好みになってるそれともなんかこういろいろ症状というか、うん、そうですね、まあ、どんな感じ、まあ、ストレスを やるわけたいのかとかなんかいろんな話を聞いたときに、うん、じゃあこの色をこう視覚として見た方がいいよみたいなそんな感じになってるうん、なんか、まあ、その選んでいただいたボトルで今のその状態とかを見ていくみたいなところはありますね、うん、カラーセラピストみたいなそうですね、まあ、視覚みたいなもんですかはいあそうなんだよ、はいはい、時間をかけて結構頑張りました勉強そうなんでございますそこにも癒しをはい音楽にも癒しを癒しをメロディーにも癒しをそして色で癒しをみたいなそうでございますなるほど癒しだらけでなるほど、はい、ぜひ皆さんねなんか遊びに来ていただけたら嬉しいですね、はいはい、まあその他にもねライブをまたね、アルバトはまだねこれから入っていくと思いますそうですね、はい、11月もいろいろ入っております、よろしければ天の羊ってね、あの天の天ですねで、ひらがなの脳に漢字の羊はい、めいめいの羊ですねいうふうにあの検索をしていただきますとホームページね出てきますよねあ、そうですね、はいはい、ブログとかもされてますんで、ねはいまあ、そちらにもまたこういろいろと情報載っておりますんで、はい、ぜひチェックをしていただいてねお願いいたしますまたお届け願えたらと思いますありがとうございます、はいはい、また喋りますよはいさあ、まあ、そんなことでございましてですね、はい、あの最近でも僕思うんです、まあ、さっきのイベントの話出ましたけど、うん、もう和歌山で僕思うんですけど、うん、イベント、まあ、そのライブハウスも増えたって話しましたけど、うん、イベントもものすごく増えたと思いますああそうですねいろいろやっってますよ ね、なんかやっぱりね東日本大震災ねあの日田さんオープニングでも言っておられましたけど、うんうん、あの東日本大震災がやっぱあってで僕もねたまたまその時のあの日田さんが喋ってたことを見てたんですけど、うん、あのまあ今でもそこまでではないかもしれないんですけどその東日本大震災が起こるまでは、うん、どっちかというと日本のことをその悪いニュースが多いとか、まあ、今でもそうですよ、うん、そうですけどさらに多くなんかニュースが悪いとか日本のあまりいい部分っていうのをあまり発信しなかった、うんだけど東日本大震災が起こったことによってすごくみんなが絆を持って、うんはい、日本のいい部分を発信しようとしたっていう、うんうんのがすごくまああったんですね、でそれを、まあ、あの話を聞いててああなるほどなっていう部分もあって、うん、でそれが和歌山っていうことにリンクをして、うん、やっぱ東日本大震災が起こった以降和歌山でも例えばチャリティーライブがあったりとか、うん、でそれをきっかけにいろんなやっぱりこのイベントっていうのが増えて、はい、で今まで和歌山っていうのはあのまあ口ではね和歌山を盛り上げるんだとか、うん、和歌山を元気にするんだっていうだけで、うん、なかなかそれが形として、うん動きとしてなかったのが今って本当に小さいものから大きいものまで何かしらイベントを起こしていくっていうのがものすごく増えたなっていう、そうですね、はい、感じをしてるんですね、うん、なのでやっぱりあの、ね、和歌山って意外と自分のねあのいいところをアピールするのが下手くそやって言うじゃないですか、うん、意外と県外の人の方が和歌山ってこういういいところあるよって、うん、県外の人はよく知ってるっていうね、うん、例えばねこの曲でもさっき言った岡崎洋さんの、うん、ああいう海のこととかね、はい、和歌山って海がやっぱりあって、うん、でたまたまこの間も白浜行ったんですけど、うん、やっぱ白浜ってやっぱり白浜綺麗ですよ綺麗ね、うん、やっ
ぱこれをね、やっぱりどん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 全国の人から来てもらえるようにしてもらえるっていうね。だからそういうあの部分でいきますとね、意外と和歌山だけではなくて他の町でも意外と自分の良さを売るのが下手やっていう町で、うん、結構あるんですよ、うんうん、だから和歌山だけに始まったことではない、うんうん、で音楽に関しても僕ね和歌山の音楽で聞きたいんですけど、宮部さんが思う 今現時点の和歌山の音楽って、もう音楽をしてる方って、うん、まあまあその、まあ、ちょっとその隔たりはなしにして、はい、まあ、音楽を されてる方って今あのライブハウスが増えたことによって、うん、まあ言ったらミュージシャンも増えているじゃないですか、はい、なんかまあもう、うん、っていう人も増えてるじゃないですか、うん、今のその和歌山の音楽っていうものを、うん、今宮部さんはどういうふうに見ておられます？ちょっとまあ難しい質問ですけど、あ、答えにくいな。まあ言ったらもうほんまに天の羊とユニットができた、本当にオールタイムだけしかなかった、うん、ほんまに 12、3 年前のあの時代の音楽をやられている、うん、まあそのね、やってる人もまだいますけど、うん、でこれから年月が経ち、うん、いろんな人が出てきているっていう、うんうんうん、この音楽の和歌山の音楽事情というか、うん、まあでも比較的ね、若い10代とかで音楽始めたとかいう子たちはそんなにたくさんあって、はい、ステージに立てる状況が割に多いと思うんですよ、はい、まあ、昔なんかもオールタイム出るなんてみたいな、はいはいはい、敷居もすごい高かったけど、敷居の低いところもたくさんあると思うんで、だからやってる方にしたら、まあ、いい経験ができてるんだと思いますよね。でまあ、まあそれは長所であるところだと思うけど、反面その僕たちの頃ってオールドタイムっていう敷居が高かった分、結構僕なんか先輩からダメ出しとかはやっぱりよくされてたりしたわけですけどね、やっぱりそういった流れがあってみんなで切磋琢磨しながら楽しくいい感じで盛り上がっていけたらいいけどね。ただまあできてるからいいやっていうところのもう一歩先へ行くとやっぱり楽しい、まあしんどいけど楽しいことも増えてくるし、言ってること分かりますか？分かりますよ。ものすごく僕はものすごく分かりますよ。分かります分かります、うん、だからそのあともう一個先へっていう感じの意識があるといいんじゃないかなと思うね。でそういった時って結局自分で音楽作るっていうことはまず最初はファッションっていうか、かっこいいからとかフレーズとかで絶対作ると思うんだけど、でずっと続けていくとなんかねこちょこちょひっついてきて、それが自分のオリジナリティみたいなことにはなってくるんですけど、でそこで音楽とか歌詞とかオリジナルと向き合うと最終的には結局どう生きるかっていうことになってくるんですよ、うん、生き様が問題になってくるんですよ。だからメロディーがこうがいい、ね、キャッチーなこのフレーズがかっこいいとかいうのは言うので楽しいんだけど、自分で曲作って何かを想像して発信したいってなってきた時に、じゃあ俺がどうなんよっていう話には絶対なると思うんです、うん、でそこはやっぱり行くのが必然。